ありがとうの奇跡、小林誠寛。はじめに、人生はすべて自分が書いたシナリオ通りに進んでいく。40年以上超常現象や不思議な出来事を研究してきた結果、私なりに分かったことがあります。それはどうも私たちは自分の人生を生まれる時から死ぬ時まで全て事細かにシナリオに書いてきたらしいということです。自分が書いたシナリオ通りに生きて、そのシナリオ通りに死んでいくようなのです。自分が書いたシナリオ通りに人生が進んでいくのであれば、ジタバタする必要はありません。右を選ぼうが左を選ぼうが、どちらを選んでも選んだものが必ず自分のシナリオ通りだからです。人生の選択は無数にあるのに、そんなバカなと思う人が大半だと思いますが、その選択そのものがすでにシナリオ通りなのです。私たちは自分の意思で選択をして生きていると思いがちですが、確定された未来がすでに存在しているらしいのです。どうも私たちは自分の頭の中に一生涯分のデータ、シナリオが入っていて、単にそれを読み取っている状態が今らしいのです。自分に起きる現象がすべて自分が書いたシナリオ通りだと分かると、ありとあらゆることに不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言わなくなります。私が長女から教わったこと、この話は何度か本に書かせていただきましたが、私には知的障害を抱えた長女がいます。彼女は普通の子供よりも筋力が足りないため、速く走ることができません。運動会の徒競走ではいつもビリです。彼女が小学校6年生の時、運動会の前に足を捻挫してしまった友達がいました。長女はこの友達と一緒に走ることになっていたため、私の妻はこう思ったそうです。友達には悪いけれど、初めてビリじゃないかもしれない。運動会を終え、妻はニコニコしながら帰ってきました。私はビリじゃなかったんだと思ったのですが、今回もやっぱりビリだったというのです。今回もビリだったのに、どうして妻はいつも以上にニコニコ嬉しそうにしていたのでしょうか。徒競走が始まると、長女は足を捻挫した友達のことを何度も振り返り、気にかけながら走ったそうです。自分のこと以上に友達が無事にゴールできるか、心配だったのでしょう。友達は足をかばうあまり転んでしまいました。すると長女は走るのをやめ、友達のもとに駆け寄り、手を引き起き上がらせ、二人で一緒に走り出したそうです。二人の姿を見て、生徒も父兄も先生も大きな声援を送りました。そしてゴールの手前まで来た時、娘はその子の背中をポンと押して、その子を先にゴールさせたというのです。この話を聞いた時、私は気がつきました。人生の目的は競い合ったり比べ合ったり争ったりすることでも、頑張ったり努力をしたりして1位になることでもない。人生の目的は喜ばれる存在になることである。私はそのことを長女から教わりました。そして長女はそのことを教えてくれるために、私たち夫婦の子供になったのだと思います。人生は何をするかではなく、誰とするかこそが大切。人生には折り返し点があります。寿命が80歳の人であれば、人生の折り返し点は40歳。折り返し点を過ぎて人生の半分を超えた
と思える人は、次のことに意識を切り替えてみることをお勧めします。旅をするときはどこに行くかではなく誰と行くか、食事をするときは何を食べるかではなく誰と食べるか、話をするときは何を喋るかではなく誰と喋るか。私は講演会のほかに皆さんからのリクエストに応じて、人間や自分の潜在能力、その仕組みや構造、宇宙の構造、神秘現象、人間の生き方、考え方などについて話し合う合宿を行っていました。合宿に参加するのは40人ほどでしょうか。合宿では月曜日の夕食はカレーを食べると決まっていまして、甘口、中辛、辛口など様々なカレーを買ってきて一つの鍋で煮込みます。味が混ざり合い、食べてみるまではどんな味になるのか見当がつきませんが、実際に食べてみると40人の誰一人まずいと口にする人はいません。なぜなら良き仲間と一緒に食べているからです。同じ価値観を持って人の間で生きて幸せと思える良き仲間と一緒にいれば、それで天国度 100%、 何を食べるかは関係ないようです。幸せの本質はありがとうと言い合える仲間を見つけること。人生の後半は物や中身を選ぶよりも人を選ぶ、何をするかではなく誰とするかを考えてみましょう。どんなに楽しい場所に出かけたとしても、一緒に行く同伴者が気の合わない人だったり、価値観が違う人だったり、すぐに不平不満を口にする人だとしたら、せっかくの旅行も台無しです。お釈迦様は言いました。もしも常にこの世を歩んでいくときに明敏な同伴者を得ることができたならば、あらゆる危険困難に打ち勝って心喜び、念意を落ち着けて彼と共に歩め、ブッダの真理の言葉、環境の言葉、同じ方向を向いて同じ価値観で生きている仲間、同じ話題を同じように笑顔で話せる仲間、お互いにありがとうと言い合える仲間を見つけることに幸せの本質があります。温かな人間関係の中で生きていくことが天国度 100% なのです。頼まれ事をやって喜ばれる存在になること。前述したように、私には知的障害を抱えた長女がいます。長女を目の前に見て、彼女からいろいろなものを学んできました。その結果として分かったことがあります。それは、人間に重要なのは努力することや頑張ることではなくて、喜ばれる存在になることだということです。この子はいつも優しく、いつもニコニコしていて、周りの人を楽しく明るい気持ちにしてくれます。この子は努力も頑張りもしていませんが、存在する価値がたくさんある、人間の本質的な存在価値が彼女の中にあるのではないかと思ってきました。結局この子が努力することや頑張ることに価値があるのではなく、喜ばれる存在であることが人間の根源的な価値だということを私に教えてくれました。それ以来、私は努力も頑張りもしない方向に自分を切り替えることができました。多くの人が小学校、中学校、高校、大学といった教育システムの中で、努力しない人間はダメだ、努力あるのみ、ひたすら頑張るのみという教育を受けています。そのため、どこかで努力の心を持っている、私のように努力頑張りは全くしていないと言える人は少ないのではないでしょうか。ですが、努力や頑張りはしないと踏み切ることができた人は、その時からものすごく面白い人生になると思います。
神様や宇宙が見ているのは、目の前の現象を受け入れているか受け入れていないか、感謝しているか感謝していないか、ありがとうを言っているか言っていないかのようです。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句といった否定的な言葉で宇宙の現象を評価、論評しているかしていないかだけのようなのです。このことが分かってしまうと、努力をしない受け入れる人生に変わります。すると努力も頑張りもしていないのに、勝手に楽しい出来事が起こり始めるでしょう。あれが欲しい、これが欲しい、あれを実現する、これを実現するといった思いを持つのではなくて、自分がいかに喜ばれる存在になるかを考える。そして頼まれ事を引き受けたら淡々とやっていく。人から喜ばれる存在になるには、頼まれ事を引き受ければいい。自分で汗をかいて相手の要望に応えていけばいい。そして相手から、あの人は頼んだことを一生懸命やってくれるからまた次も頼もう、あの人に頼んでよかった、ありがとうと思ってもらえたとしたら、それこそが喜ばれているということです。気に入らないとか嫌だというのをやめて、なるほど、そういうふうになりましたか、わかりましたと言って淡々とやっていくと、神様からたくさんの応援支援がいただけるという構造になっているようです。人生の目的とは、私はこのように40年ほど宇宙の仕組み構造などに興味を持ち研究を続けてきましたが、その結果分かったことがあります。幸せというものは、今足りないものを探して手に入れることではなくて、自分がすでにいただいているものに感謝し、自分が恵まれていることに気がつき、嬉しい、楽しい、幸せと生きていることなのです。そしてそのために実践することは、思いを持たず良き仲間からの頼まれ事を淡々とやって、どんな問題が起こっても全てにありがとうと感謝する、受け入れること。ソワカの法則、掃除、笑い、感謝を生活の中で実践することであり、ありがとうを口に出して言い、逆に不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言わないこと。すると神様が味方をしてくれて、すべての問題も出来事も幸せに感じて、良き仲間に囲まれることになり、喜ばれる存在になる。これこそが人生の目的であり、幸せの本質なのです。小林正観。